まあ、次の3人で終わりかな。次の3人で終わります。次3人ラスト。めちゃめちゃズーズーしいの、やっぱ通されちゃってますね。うん、めちゃめちゃズーズーしいの通されてる。うめ。この劣勢派やっぱガードしたいっすね。途中だなんで。うわあ、めっちゃ腹立つ。めっちゃ腹立つやつ。ずうずうしくだ、対処できないと思って連発してくるやつ。やってきますね。これはね、やっぱね、反撃をやっぱりきちんとしたいね。これは、でもなんかアドバイスするのって、もう、無人局の反撃を覚えなさい。確かにね、トリガーに発動中はマジでやばいだろ。調べ物案件や。調べ物案件や。もう何に困ったのかもうだっていい。一目でわかるようなもんだよ。なるほどね。これ、壊しにしてるから当たってないですけど、やっぱこれを、コパにできれば、一発で解決ですよ。もう解決したじゃないか、これ。そう。なので、しゃがみジャッキーを押す癖がすごい多いので、なんで反撃にどの技を選択すればいいのかをちょっと調べてみるだけで、やっぱ結構変わると思いますよ。さっきの試合だってしゃがみジャッキックで反撃しようとして、こう食らっちゃって、みたいな。で、これも当たんないし、みたいな。これでもやっぱここまでガードしちゃうと反撃ってこれぐらいしかないだろうから、この無人客のこの間にきちんとしゃがみジャックパンを押せるだけで、あーでもこれ弱だとこうしゃがみめんどくさいね。しゃがみ弱パン EX 薬列にするのがいいんじゃないかなと思います。はい、皆さんこんにちは。プロゲーマーのネモです。今日はですね、皆さんに報告があります。ついに、書籍、思い込む力が完成しました。概要欄の方にね、ありますので、皆さんはどうかチェックよろしくお願いいたします。またね、YouTube のチャンネル登録、また高評価もよろしくお願いします。